公園入り口スズメのお宿緑地公園は東京都目黒区紐屋にある目黒区立の公園である。当地一帯は住宅地になる前までは農村で特に竹林が多く、目黒付近はタケノコの産地として知られていた。タケノコの生産は昭和初期頃まで続き、一帯の竹林にはスズメが多く飛び交い、いつしかスズメのお宿と呼ばれるようになった。 やがて付近が宅地へと変わっていき、タケノコの生産も見られなくなってきた。そのような中地元の一住民の意思により、没後自身の所有地が寄付されることになった。目黒区により公園として整備され、スズメの親努力地公園として1981年4月1日に開園した。公園は、かつてのタケノコの産地であることを思わせるような竹林という具のほか、一角に、 当地付近にあった江戸時代中期建築の古民家を移築、復元し、農村だった当時の暮らしぶりを再現しているのも特徴である。古民家は、元は緑ヶ丘一丁目の栗山茂春の旧宅であった。栗山茂春は地主、栗山徳造の息子である。栗山家は、旧菅村の旧家で、江戸時代には代々、年寄りという名主を補佐する。 村の重要な役職を務めた家柄であった。面積7493平方メートル。ありがとうございます。